はい、どうも、百均です。今回キャンドゥの方へ行ってきました。今日気になった商品がこちらになります。シェラカップリッド&ディッシュ、シェラカップ用の、蓋になるお皿っていう感じの商品です。こういう感じでね、っていうので、買ってきました。でこちらがエコー金属株式会社さんから発売されている商品でして、これも今年の新製品になるのかな？ちょっとあまり見かけなかったんで、たまたま見つけて、はい、買ってきました。直径12センチのシェラカップ対応ということでして、実際のシェラカップと合わせて試していきたいと思います。借金。はい、ステンレスのお皿になってまして、厚みも少しある感じの、ちょっと多少の汁物というかね、醤油だったり、焼肉のタレとか入れるぐらいには入るかなという小皿になってます。はい、でこちらがキャンドゥで売ってる 320ml のシェラカップなんですけど、こちら同じ、ここにねちょっと溝がついてます、裏面見ると。ということで、ここのね取っ手の部分にピタッとはまるんじゃないかなということで、もうほぼジャストフィット、ぴったり収まります。はい、で溝が引っかかりになりますので、ここもこういう感じで動かないということで、実際のお皿として使えるし、蓋になるという点ですね。以前ね、ダイソーさんからとかいろんなとこから蓋出てたんですけど、その蓋とかに比べるとよりお皿感があるかなと思うので、ちょっとした取り皿には便利な商品かなと思います。蓋もね、しっかりしてますし、こちらが前にダイソーで買ってきた蓋なんですけど、これもね、はまるんですけど、これの場合だと、ここ、押さえて使えるという点で、以前紹介した際も言ってたんですけどね、こういう持ち方もできるタイプにはなりますが、しっかりと蓋するにはね、ちょっと不安な部分ではあるんですね。やっぱり薄い分。その点、こちらはね、この部分が切り返しがあるので、はい。蓋としてはこちらの方が、より密閉してくれるかなという蓋になります。お皿としてはね、物を置くだけでしたら、全然ダイソーさんのこの蓋でも大丈夫なんですけど、ちょっとした汁物があったりね、転がるものとか、そういったものだと、こちらの方が、お皿としては便利かなと思います。で、これ、キャンドゥで今回見つけてきたんですけど、キャンドゥさんのやつも蓋普通に売ってるんですよね。こういうやつ。こういうのもありました。一緒に。これはこちらのタイプに近いものなんですけど、このシェラカップリッドの方は、ここにね、引っ掛けれるのかな？このくぼみがついてるんで、これもね、一緒に開けちゃいます。これはこれでね、このさっきのお皿にピタッとはまるんです。で、ダイソーのものと比べて、ちょっとサイズはやっぱりね、こっちは合わないんですけど、こちらがフックで引っ掛けるところがあるので、使い方としては、こちらと一緒で、まな板にもなりますしね。フラットですから、こちら、板面が。はい、まな板代わりにも使えるし、お皿としても使える。こちらのお皿もまな板としては使えるので、はい。この上に一緒にはめれば、収納的にも一緒になって収まりますし、持ち方、このプレートを柄の部分に一緒に持てばね、こうやって持てますし、で、あとはお箸とかでこう持ち上げたりするのにも使えるということですので、何かと機能としては、そのね、蓋より進化してる形ですかね。この蓋2つ、このね、こいつ自体の蓋にもこのプレート使えるので、そこそこ、収まりいいので、いかがでしょうか。このキャンドゥさん、こちら全部キャンドゥの商品ですので、蓋と、お皿と、この3点セットで持つのもいかがでしょうか。なかなかね、この蓋、シェラカップを使ってということでいくとね、結構、収まりがいいのはありがたいですよね。
はい、今回はこのシェラカップ用の2種類のシェラカップリッド買ってきましたんで、どちらも、キャンドゥの方で販売されてましたので、気になる方はキャンドゥの方に行かれて探してみてください。はい、じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。